はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日はですね、前回引き続きなみきの解体新書ということでですね、やってきたんですけども、今回は少し怖い企画です。というのもですね、前回私のクラブの番手別の飛距離を計測して、実際ね、自分の番手別の飛距離どれぐらいかなっていうのが大体出たんですけども、今回はそれを分かったということなので、実際に一人でラウンドしていきたいと思います。で、まあ、私一人でラウンドするんですけども、まあ、その映像を皆さんに見ていただいて、今日は皆さんにどんなコメントでもいいのでコメントしていただこうと思っています。というのはですね、もう私にもちろん内緒としたらお褒めの言葉をいただいてもいいですし、あれ今のはちょっとこうした方がいいんじゃないのとかいっていうね、あのご意見がありましたら、ぜひ皆さん知った激励じゃないですけども、はい、怖いコメントも全然ウェルカムなので、私もそれを実際にねコメント見させていただいて、まあ、直していくっていう、そういうポジティブな企画にしていきたいと思いますので、皆さんどんどんコメントをください。はい、ということで、じゃあ一人で早速回ってみたいと思います。お手柔らかにお願いします。はい、ということで、まずこちら11番ホール308ヤードのパー4です。はい、じゃあこの辺りでいきましょう。よし、じゃあまずドライバーで、よし、行きたいと思います。お願いします。良かったですね。さあ行きましょう。本当はね、距離的にはフェアウェイにあれば次5番ウッドで行って2オンできるちょっとイメージだったんですけど、残念ながら1球目がちょっと左のくぼんでるところにちょっとあると思うので、あとまたウッドで打てるライだといいんですけどね。お、ありました。嬉しい。これは残り133ヤードということなので、そうですね、5番ウッドで全然打てるライでもありますし、距離も多分これでちょうどいいぐらいなので5番ウッドでいきたいと思います。どこか見えなくなっちゃいました。乗りました。ちょっと見に行きましょう。ちょっと私白くて見えなかったんですけど、皆さんもそうですよね。これ多分あれですよね、波散歩でね、名物ホールの再現ホールっていうものがショートコースにあったんですけど、本場のそれじゃないですか。これ多分、あ、え、すごい、グリーンの奥全部バンカーになってますね。いや、私ね、ここのホールね、そう、リカさんとプレイしたはずなんですよ。全然覚えてませんでした。プレイに集中しすぎちゃって。はすっご、あれ、皆さん、なんとその巨大なバンカーに私のボールが奥のバンカーに向かって下ってるんですよね、グリーンが。ほんとですね、なんかもう多分ね、吸い込まれていっちゃうような感じ。だからグリーンの下も私もちょっとランが多分出ちゃったんで、そのまま吸い込まれてしまいました。はい、残り22ヤードのバンカーショット、56でちょっと湿って硬くなってるので、あんまりバンカーショットとと思わず、もうピンも近いですし、ちょっとアプローチぐらいの勢い気持ちでコンとで、そこの越えてこっちに下ってるってことはちょっと上りだと思うので、そうですね、グリーンの半分くらいまで落とせたらいいかなと思います。うまい。これは止まって止まって止まって、
うまくないですかこれ。ちなみにね、こういう状況だったら皆さんはどう打ちますか。私はね、今ちょっと喋った通りに、まあ、たまたまですけど、良かったですけども、何かあれば教えてください。意外とこうやってこう、こっちで、よし、いや、これは嬉しい、パーパット打てるぞ。じゃあ 1m20 のパット打たせていただきます。なんかちょっとそのカップのとこでクッと垂れそうな、フックに垂れそうな感じがします。でもそんなに外さなくていいと思うんですけど、大事に打とう。でもショートはしない、オーバーもしない、距離感入るよ。来た、やったー、ナイスパー、来た、嬉しい嬉しい、もう私満足ですわ、この一ホールで。あれ、もうありますかね。ね、私ね、今ねパットのラインを読むときにちょっと後ろの方から見て、こう自分のボールも合わせてラインを読んだんですけども、皆さんはそのラインを読むときに何かこう読み方、自分の中でこうありますか、ルーティンみたいなのは。何かあったら教えてください。うわー、気持ちいいな、パースタート、パースタート。で、自分のちゃんと距離とか把握してると戦略が立ちますよね。そうですね。あとなんか今まで結構私、距離残ってる時とか、よしここ飛ばすぞとか、あ、ここは距離ちょっと短めだから緩く持とうとか、なんかその自分の中で加減をしちゃってたんですけど、もう単純に今のはもう距離がちゃんと分かってるので、本当打つだけなんですよ。考えることがすごい減ったので、なんでもっと早く気づかなかったんだろうって思います。なので皆さんもぜひね、自分の多分番手別の飛距離って意外と勘違いしてたり、あとこの寒さとか暑さとかで結構変わってたりもすると思うので、ぜひ測ってみてください。ということで、こちらが12番ホールの134ヤードのパー3です。134ヤードということは5番ウッド打てちゃう、もう自信が持てるな。よし、いきます。おお、なんかすごい天ぷらしましたこれ。ねえ、あれ、T か、天ぷらしちゃいました、すごく。いやー、これは悔しい。あー、いっぱいコメント書かれてるぞ、ちょっとすいません。じゃあ次行きましょう。ピンまで52ヤードということで、多分今までだったら A とかで打ってたんですけどね、さっき言ったら56のフルでちゃんと行けばしっかり止まる球が打てると思うので、これでしっかり打ってみたいと思います。自信を持って、大丈夫、分析したんだから、 OK。 じゃあ56でいきます。この距離でいつもね、56本当に打たないんですよ。イエーイ、乗りました。多分私なんか過小評価しすぎなんですかね、自分のこと。まあもちろん過大評価しすぎも良くないですけど、なんかやっぱある程度自分のね、しっかりあったその評価をしないとこういうことになっちゃいますね。そして皆さん、じゃじゃん見てください、ピンの奥、あれ何か分かりますか。ちっちゃいバンカーがありますね。これも名物ホールなんですよね、ここの。グリーンの中になんかバンカーがあるように。あとはしか使っちゃいけない。あ、そういうことですか。
ちょっと私コンペをやりたいと思ってるんですけど、ちょっとそういうの作りましょう。なんか面白いね。グリーンの中に漫画作るあ、ダメか、ダメでした。そうでしたね。こちらでやればね。はい、そうですね。よし、行きます。パーパット、並木のパーパット。ちょっと短いかも。あー、もうちょっと短かった。あの、私はですね、ボールのラインを方向に合わせて打つタイプなんですけども、皆さんはどうしますか？コメント欄に書いてください。あー、ごめんなさい。しかも結構いっちゃった。よし、入りました。いやー、でもここパー取れました。いや、そうですね、ボギーは取れましたね。今のは私のミスでございます。あー、いっぱい書かれる、まだごめんなさい。練習します。パット調子乗りません。はい、ということで、並木の解体新書やってからのこの2ホールプレイしてみたんですけども、結果すごく良かったです。まあ、スコアで言うとパー、そしてダブルボギーだったんですけども、内容がすごく私的にも非常に良くって、やっぱね、自分の飛距離をしっかり明確に分かった上でやっぱ打つことで、全然私のこの心の持ちようとか気持ち的にもめちゃくちゃ変わってきますし、このねホールでのさっきの距離、アプローチの距離、あれも今までだったら全然ね違うクラブ打ってたんですけど、打てるんだって思いましたね。もっともっとこれスコアメイクできるんじゃないかなって思ったので、ということで皆さんもね、多分この2ホールに関してはですね、コメントたくさん書いてくださってると思いますので、また私もそちらの方を見て、自分の思っていることと照らし合わせてね、どんどん上達に向けていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ということで、私にとって神企画でございましたありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、こちらもぜひフォローしてください。